車をまあ日本車でも何でもいいんですよ、買い替えたり新しい車乗った時のその新しい車になった時にやっぱ思いもよらないミスってあるじゃん。車幅もそうだし、分からんよね。俺は今の車に変えた瞬間そのカーナビがすごいでかくなったの。カーナビがでかくなったイコール道の幅もこう普通の道の幅だと思って。そうか、そうでかくなって広がってるから、ここ行ける道だと思って俺病院に急いでたので、なかなか捕まらない先生だからもう絶対に間に合わなきゃいけない、大通りだと思って、こうやって見たらこうに近道行けると思って、知らん道だったのね。どう見ても車が通れる道だから入っていったの。入っていったらまず入った瞬間あれ全然狭いと思って全然狭いで、こうポールが立ってて、怖い怖い、ポールが立ってて、ポールが立ってる。うわー、いや、怖い怖い怖い。ポールギリだ。で、クランクみたいになってんの。怖い。クランクみたいになってないけど、まっすぐの道なの。で、あれ目の錯覚かなと思ったけど、とりあえずポールを行こう。ポールがもうめちゃめちゃギリなのよ。怖い怖い。だからまあまあちょっと大型トラック、ここが通学路とかになってて、大型トラック行かせないようなこと行政やるよね。で、ポールを通り過ぎたらもう。先がチャリンコしか通れないぐらいの道にこうなっちゃってたんですよ。もう先越えてもう物理的に絶対無理だ。でも行ったんだよね。行って最後どうなったの？ギューって行ったら面白いこの買って3日目こすったのよ。どうやったんですか？3日よチンしちゃったって。だからもう行けないから行くしかないですか？アルファ行くしかない。いや行くしかないじゃん。行ったらだってこうなってこうやってピョーンってなっちゃうから。バックですね。バックでもバックはどうなんの？バックはこうやって伸びて開いてなんかこうでもうここのだって入った時がギリだからでチャリンコがこうちょっと倒れたりとかしてとっても冷や汗よ。でその先生なかなか捕まらない先生に遅れたらもうまずいと思って。でバックすんだけどもうこのポールがこっちと同じ角度でこうなってると思ったらこっちがちょっと斜めだった。こっちに合わせんじゃん。こっちが斜めでバリ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 。買って3日でもう最悪よ。